え、なんでここに出るのさ。え、何？今どこから出てきたの？ウィスパー大丈夫？は、あまりの出来事で放心状態に。気まぐれゲートの入り口はありえない場所につながっていましたが、出口もありえない場所につながっているみたいですね。まあ無事ゲートボールは手に入りましたし、博物館の資料保管庫にいる大門教授のところへ持っていきましょうか。このおじさんあれだな、大森神社にもいたな。へいみたいな。そこのチミ、そこのドア気になるやろ。あ、うん、そこの、そのドアは地下に広がるトロフィールームにつながっとる。そうじゃ、その名の通りトロフィーを飾るための部屋じゃ。トロフィーを持つ者が現れるまでわしが管理しとるんじゃ。そうな、そうなんだ。うむ、待てよ。くんくん、匂うな。これはわしの屁の匂い。ではなく、トロフィーの匂い。ちみ、あ、そうだ、持ってた。トロフィーを持っとるやろ。え、トロフィーってアプリの持ってるけど、なんじゃ、それを早く言えよ。え？そういうことならすぐに鍵を開けてやるよ。ちょっとした寿命があるんじゃ。それでは行くぞ。ケツプリーフレフレ、ケツプリーフラフラ、なんだその注文は。プー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 。最後のところは尻から絞り出すのがポイントじゃ。ははこれでバッチリ開いとるはず。今日からはこの部屋にトロフィーを飾ってええぞ。む、ほんじゃトロフィー集め頑張れよ。入れるよな。ああ、こんなとこにあったんだ。ちょっと入ってみるか。うわー、なんだこれ。この部屋飾れる。あ、これだ。これ、このトロフィーが僕が持ってるトロフィーってことか。出よう。あ、座れる。座ったからってどう。これね、だから何っていう感じなんだけど、座れたよこれ。もう出よう。くだらなすぎる。さて、大門教授か。あ、また妖怪。もうね、早く大門教授のとこ行きたいんだけども。無視し、あ、こいつやってくか。早く先にね進みたいんですけど、結構邪魔が入ってきますね。横取りでしょこれ。なんかくれるのかな。他人のものなら何でも横取り。お前の大事なものほど横取り。こいつ成長してないな。と思ったけど、横取りしすぎてもう持ちきれないや。お前ちょっともらってくれよ。お、ガードバンザイ手に入れた。今ね、おってなんかちょっと喜んだような感じ、声出しましたけどね。ガードバンザイって使いどころがわかんなくて、一度も使ったことがないんですよね、実は。だからね、もらっても嬉しくないな。さあ行こう、大門教授。あ、そうだ、こっちだね。あ、ふみちゃん、ゲートボールを手に入れたんだね。うん、なんだかわけがわからなかったけど。そうでしょうね、でもすぐに慣れるから。それじゃあゲートボールを渡してくれる？ふみちゃん、ありがとう。それじゃあ見ててね。扉の上の数字を見て。おお、数字が一つ減りましたよ。一体どういうこと？わからない。なんだよわからないって。わからないんかい。でも私の長年の研究の結果、この数字がゼロになった時、何かが起こるんじゃないかと予想してるの。まあどう見てもそんな感じでしょうね。決めた。あなたを正式な助手に任命します。強引だな。ちょっと勝手に決めないでくれよ。また勝手に。あなたは街を駆け巡り、気まぐれゲートを探し、ゲートボールを集めるの。よし、そうと決まったら長居は無用。とりあえずこの扉に書いてある4つのゲートボールを集めてきて。ゲートボール集めにゴーゴーゴー。とりあえずはクエストね、あと残り2つをやった方が良さそうだな、これは。解決経験値。お、レベルが上がった。ありがとう。
手加減ベルト、こんなのあったね。実力を低く抑える謎のベルト、手加減したい時に使おう。これいらないな。これもね、進化しなくなる。大して欲しくないけど、これしかないな。お猿の輪っか。ボーナスチャンス。よし、当たり。なんか結構いいやつをね、ちょっともらいたいんですけど。身代わり人形いらないな、これ。でもね、コンビニで買うと結構高いんだよな。あれ350円っていう値段だから、僕なんかね、一個も買えないんだな、実は。残念。さて、どうすればいいんだっけ。そうか。クエストあと2回やらなきゃいけないんだ。クエスト。これいくか。ガチコーンと合成だ。これ結構時間かかるよ、これ。桜町公民館。これいこうか。これが一番近いな。桜町公民館に公式について説明する公式なおじさんがいるらしいぞ。公式って一体何の話だろう。桜町公民館へ行って詳しい話を聞こう。行くか。時間かかるな、今回は。はい、桜町のね、公民館やってきました。ここに公式おじさんっていうやつがいるっていうことなんだけど、いたいた、奥だ。この人ね、すごい髪型してるけど。君、たしなんでいるみたいだね、妖怪バトルを。え？私は公式バトル協会から公式に派遣された公式おじさん。公式公式ってうるさいおっさんですね。君、聞こえているぞ。妖怪が見えるんだ。当然だ。今の発言は公式イエローカードものだよ。次に同じことがあれば、公式に退場。どこに行けばいいんだろう、退場って。ウィース。さて、君は妖怪バトルに興味があるようだけど、公式バトルには興味がないかな？公式バトル？そう、公式バトルを極めた者。それ、すなわち、妖怪を極めた者。どうだい、進んでみるかい？公式の道を。やるか。よし、それでは私と公式バトルだ。いや。D ランク、E ランク、あと A ランクが1匹いるだけなんですけどね。戦うか。よかった。相手がね、S ランクとか出てきたらどうするかなと思ったんだけど。これ初めて見る。こういう技か。ちょっと今はね、いらないわ。ちょっと待って。あれ？この激おこ丸の技も初めて見る。激おこぷんぷん斬り。お、結構強い。E ランクだけど結構強い。左の妖怪はあれですね。草食い男っていう新しい妖怪ですね。僕知ってた。よし、倒した。素晴らしい。まだ私が本気を出していないとはいえ、初めてにしては素晴らしい実力だ。これからの君には素晴らしい公式な毎日が待っていると思うよ。ありがとうございます。やっとだ。ちょっと説明がね、長すぎた、この人。解決。経験値40。アイテム、ロックな腕は、パワフルな腕は。どうするかね。これだな。力プラス18、素早さマイナス8にしよう。守りがマイナス8にされるっていうのに嫌なんだよな。よし、これにしよう。ロックな腕は。ボーナスチャンス。新しいアニメーション。おい、
当たりなんだ今ので。おい、どういうことだよ。失敗かと思ったけど今のでいいんだ。またかよ、ガード万歳いらないよもう。さ、次行きましょう。話が長すぎますこの人。次は昇天寺。昇天寺もね結構長そうなんですけど、